本日ご紹介するのは、スラッと長身で上品なお顔立ち、女優やモデルとして活躍中の松嶋菜々子さんです。松嶋さんは1973年10月13日生まれの現在50歳、 A 型、身長172センチ、神奈川県横浜市出身、所属事務所はセブンスアベニューです。松嶋さんは2001年にご結婚されており、お相手はテレビドラマ GTO で共演された俳優の反町隆史さんです。お二人の間には二人の娘さんがいらっしゃいます。デビューのきっかけは、松嶋さんが高校生の頃にファッション雑誌ビビの読者モデルにスカウトされたことです。当時ご両親は芸能界入りに反対されましたが、説得に応じられデビューが決定。1992年ビビの専属モデルとして活動を開始されます。松嶋さん18歳の時です。同年テレビドラマ社長になった若大将で女優デビューをも果たされます。さらに1994年から1995年バラエティ番組トンネルズの皆さんのおかげですのコント近未来警察07にでいじられ役の7隊員として出演され、バラエティでも大活躍、知名度を上げられました。1996年 NHK の連続テレビ小説ひまわりのヒロイン役に抜擢、約2000人が参加したオーディションで朝ドラが初主演作となりました。メジャー女優にステップアップされ、以降はポストトレンディー女優の代表格となられました。1998年には映画リングで映画初主演、この作品での演技が評価され第22回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。同年夫となる反町隆史さんとの出会いとなったテレビドラマ GTO の冬月あずさ役でさらに注目を集め、こちらの作品は大ヒットとなりました。1999年3本の連続ドラマ救命病棟24時、魔女の条件、氷の世界はいずれも大変話題作に。同年第50回 NHK 紅白歌合戦では初の審査員を務められます。2000年3夜連続で放送されたスペシャルドラマ100年の物語に主演し、平均視聴率 29.6% を獲得。そして松嶋さんといえばテレビドラマ大和なでしこ、この作品を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。こちらの作品は平均視聴率 30% 超えを達成。松嶋さんのことを知らない人はいないと言っても過言ではない一流女優となられました。出産子育てが一段落したタイミングの2009年、テレビドラマ救命病棟24時で本格的に女優に復帰されると、2011年テレビドラマ家政婦の御田で連ドラ主演、平均視聴率 25.2%、最高視聴率は 40% という驚異の高視聴率を記録。この作品は社会現象となり、困難な実社会で働く女性たちから共感と支持を集め、往年の菜々子の神通力を業界に改めて知らしめる結果となりました。近年では2023年に第34回日本ジュエリーベストドレッサー賞40代部門を受賞、過去受賞した20代30代部門に続き3度目の受賞となり、同賞初の快挙となりました。50歳の大台に乗られてなお本当にお美しい松嶋さん、今後のさらなる活躍に期待します。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。